戦国末期に起こった三木合戦で知られる三木市。昔から金物の町としても全国的に有名で、今もあちこちにその面影を見ることができる。火事や成功の神様を祀る神社の横には資料館が建てられ、金物の町の歴史の深さを伝えている。数ある金物の中でもこの町が誇るのが、江戸時代からの技と技法を受け継ぐ播州三木打ち刃物。今もなお伝統の製法を守り続けている鍛冶屋がある。灼熱の工房から生み出されるのみはまさに一品。曽祖父や祖父から父へ、そして息子へと、匠の技が、心が確かに受け継がれている。Presented by TOA